はい、こんにちは、さとみです。今回は新しいアイテムが届いたので比べてみたいと思います。今回はこちらにも書いてあるペンカッターというアイテムになります。で、何に使っていくかっていうところなんですけど、剥離紙のみをこうカットしていくときに使うものはどれが一番ベストなんだみたいなところでアイテムを4つ並べさせていただいています。で、こちらとこちらについては私の私物になっています。こちらも私物なんですけど、もともと持っていたものですね。もうサビサビのカッターですね。で、こちらは定規にはなってるんですけど、ここの裏側にここを押すとこうカッターみたいなものが出てくるようになっているんですね。で、ここを切りたい場所にこうやって合わせて押しながら移動させると、ここが綺麗に切れるというようなアイテムになっています。こちら2つが新たに購入したものになります。はい、こちらのペンについては開けてみると見えるかな、ちょっと後でこちら辺にアップを載せるんですけど、本当にちょびっとだけ針が出ているような感じなんですね。剥離紙を切るためだけに出ている刃みたいな感じのペンになっています。ただその刃のサイドにこうスペースがあるので切りづらそうなイメージはちょっと今見る限りではあります。で、最後こちらですね。こちらはちょっと長めなんですけど、すごく細くて細かい作業ができるような刃になっています。私のイメージだとこう定規を使ってこうやってバーって切っていくこともできると思うんですけど、どっちかっていうと細かい作業向けに向いているペンカッターなのかなと思いました。ということで、こちらの4つを使って、綺麗にこの剥離紙を切るにはどのアイテムが一番、切りやすいかみたいなところを今回は見ていきたいと思います。今こちらはペインティング途中のダイヤモンドアートなんですけど、進めていけばいずれかはカットしなければならないので、こちらをカットしてみたいと思います。多分一番皆さんがお家にあるのってこちらのこういうカッターだと思うんですよね。ただ力加減を間違えちゃうと深く切ってしまう可能性があるので、そちらは注意していかなきゃいけないポイントかなと思います。じゃあこっち側から切っていこうかな。指に入れる力が数字で表せたらいいんですけど、そういった数字が表せないので、本当にソフトな感じであまり力を入れず剥離紙だけを切っていくっていうようなイメージで、剥離紙を切っていきます。はい、では剥がせるかどうか、切れてない感じがする。本当にソフトに切ってたんですけど、全然力入れずともっていう感じなんで、定規とカッターさえあれば、十分に綺麗にこう切れるかなっていう感じですね。ここにはあんまりお金かけなくてもいいような気がします。で、続いてはこちらの定規でいってみます。ここがちょっと見えづらいので、はい、ではいきます。最後までいかないちょっと見てみます。内側が切れてない、最初と最後が切れてないっていうのか、位置が悪かったかな。でもちゃんとあんまり切れてない感じがするけれど、ちょっとあまり力を入れなかった部分があったみたいで、ちゃんと切れてないですね。難しいです、ちょっと。こういうのも慣れだと思うのでね、ちょっと力加減の弱いところがあったので、
切れてない部分とかがありましたが、こちらはこちらで十分使えるアイテムかなと思います。ただ今回この針が出る部分がここで、ここでここが最後なので、ここまでしか針がいかないので、それを踏まえてちゃんとここで切っていかないと、私のように最初と最後が切れてないっていう状態が起こる可能性があります。続いては白いペンのペンカッターを使っていきます。これは多分どんなに力を入れても大丈夫だと思うんですけど、念のためそんなに力を入れずにカットしていきたいと思います。はい、ちょっとここが真ん中がちょっとかぶっているので、この辺はちょっと力入れますね。これは綺麗に、切れているかな、綺麗に切れてます。十分ですね。寄って見せたいんですけど、ここの針が出てる部分にちょっと余白というか余分な部分があるので、ここがまあだいたい1ミリずつ、まあ、0.5 ミリずつぐらいあるので、立てて切ってしまうと若干ここに1ミリぐらいの隙間ができながらこうカットしていくっていうような感じになっているので、もしかしたら斜めに入れるといいかもしれないですね。ちょっともう一回いってみます。斜めに切っていきます。そうですね、斜めの方がより定規に近いところで切れていっている感じがします。これもちょっと弱かったですね。ちょっと弱い部分があったので、紙がちぎれているっていうような感じな箇所もありますが、もうちょっと力を加えればこちらも綺麗に切れていくかなと思います。では最後にこちらの細い細いカッターペンを使っていきます。ちょっと長いので不安定な感じがしそうですね。いきます。ちょっと難しいですね。定規を切ってます。ちょいちょい定規を切ってます。切りづらいです。とっても全然切りづらいですね。なんだろう、定規が悪いのかもしれないんですけど、まあでも今まで切れてたので、ちょっと慣れないとこれは難しそうですね。定規の切れたカスが出てきて、ちょっとこれは厳しいですね。切れなくはないんですけど、怪しい、まあ、いけなくはないかな。ちょっとでも難しいですねこちらは、やっぱりここがちょっと力が足りなかった部分になるんだと思います。はい、こんな感じで切っていったんですけれども、一番しっくりきたのはカッターかな。やっぱりお家にあるカッターで十分こう綺麗に切れると思います。でこちらはもちろんちょっと慣れる必要があるとは思うんですけど、深く切ることはないのでおすすめかもしれません。切っていくときはまっすぐ立ててこう切っていくのではなくて、斜めにして切っていくとちょうど定規の一番近いところで切っていくことができます。でこの定規に関しては今回幅がここからここまでなので、だいたい31センチぐらいなので、これよりも小さいサイズのものをカットしていこうと思ったら全然こちらでも十分いけると思います。ちょっとサイズ的に今回は大きかったので、最初と終わりが切りづらかったってところはあるんですけど、サイズによって使っていくアイテムを変えてもいいかなと思います。最後にこちらのペンなんですけど正直ちょっと使いづらかったですね。例えばなんですけど、ここだけをちょっと最初やっていきたいなみたいな場所があった時に、ここの色と同じ色の径があるので、ここだけちょっとくり抜いてここだけ貼っていこうっていう場合には、
お弁当の のりアートじゃないんですけど、そういった感じでカットしていける気がしますね。そういった感じのカットしている動画を撮ったので、こちらで流していきたいと思います。私も初心者というか、このペンは数回しか使ってないので、すごく雑なカットではあるんですけど、こう細かい作業には向いているペンだとは思うので、こういった作業に使えればなと思います。今回は剥離紙を切るにはどのアイテムが一番こうカットしやすいかみたいなところで調査というか実験をしてみたんですけど、私が感じたところだと、こちらかこちら、こちらよりもちっちゃいサイズであればカッターがついている定規で、十分かなって感じています。こちらはもう剥離紙を何ですかね、こうまっすぐに切るためだけにはこれは使わないなという感じです。ということで、もしまた面白いアイテムがあったら動画で報告させていただきます。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。